エーラーワンのホコラブラフマー像、エラーワン寺院での踊り地図、エーラーワンホテルのブラフマー神のホコラあるいは単に、エーラーワンのホコラと呼ばれるホコラは、バンコク中心部に立つグランドハイアットエラーワンホテルの中にあり、ブラフマーを祀るヒンドゥー教のホコラである。エーラーワンと名前にはあるが、エーラーワンの語源であるアイラーバタは祀られていない。中国人、家人、 家境らによって四面仏と呼ばれるが仏ではない。日本語ではエラワンプームとも呼ばれているが、翻訳すると土地のアイラーバタという意味不明な単語であり、また、タイ語でもこのように呼ばれない。1956年、エーラーワンホテルの工事中に事故が多発し、作業員が悪霊がいるとして建設作業を拒否した。このため、ホテルの経営側は、 先制術師として知られる、ルワン・スイチャー・アンペイと海軍少将を招いて、吉祥寺を選びヒンドゥーの神ブラフマーを祀る、エーラーワンの祠ら等を設置した。この後、工事が順調にはかどったと言われている。ただし実際は、エーラーワンの祠らが建立された時にはすでに、ほとんどの建設が終わっており、建立の理由もすでに設置された礎石が、 先生学的に良くなかったためと言われている。この後、多くの場所で、ブラフマーが土地神として悪霊を鎮めるという信仰が広まり、多くのブラフマーの祠が建設された。また、このブラフマー像自体も多くの信仰を集め、特にビジネスマン、中国人などによる巡礼が盛んになった。しかし、巡礼者による寄付金が、 あまりにも大量に集まることから、1969年、ホテル経営者側は寄付金を管理する基金を設置し、集まった寄付金を事前活動に使うこととした。またこの基金は、祠の管理も行っている。2006年3月21日、タナーコーンパックディーポンという精神に問題を抱えていたムスリム男性が祠を破壊するという事件が起こった。 男性はその場でボートに殴り殺されたため、完全に動機は不明であるが、この後、正解が急速に混乱をし始め、ムスリムの大い神南部で、テロとの戦いを行っていた、タクシン政権の崩壊につながったことから、後に象徴的な事件として扱われることになった。なお、ブラフマー像は2ヶ月後の5月21日午前11時39分の、吉祥寺に修復された。 祠のブラフマー像は、当時文化省官僚であったジュアラウィチョムセオィと、モムルワンプムマラ軍によって設計され、文化省工原医局のチット、ピムパゴウィットが、石膏型を用いて鋳造した。ありがとうございます。